おっす。皆さんおはようございます。しのすけの秘蔵っ子のみなひろです。さあ本日もですね、ウエスタン火災店様の方で収録させていただくんですけれども、抽選人数が32名ほどいらっしゃいまして、引いた番号が7番で、前回お邪魔した時は多分大都機種マイナスの台が下手したら1台もないような感じでえげつないぐらい出てたんですよ。で実際自分も SAO 座って推定5で6000枚ぐらい出したんで、ちょっとね、実はこちらのお店さんめちゃめちゃ相性がいいんですけれども、まあ今日もね、期待して言っていきたいと思います。マックスベッド押すんだじゃないねじゃないね、鏡は押すんだじゃなくて押したまえなんですね。はい、もう一回やります。テイク2。はい、ということでウエスタン火災店様での収録です。マックスベッド押したまえ。はい、よろしくお願いします。スタートということでやっていきましょう。ヘイエリートサラリーマン鏡ですね。で、まあ抽選番号良くてですね、一応狙い台は確保できました。というか鏡に誰もいませんでした自分一番乗り。結構ねこちらのお店さん、番長ゼロの方が毎回どちらか当たり、いわゆる2V1チャレンジなんで、そっちに流れる方が多いんですよね。そっち行っちゃうと、メダル機とスマスロ機でこう分かれ道なんで、メダル機の方に行っちゃうと、スマスロに帰ってくるのが大変で、間に合わないってことが割とあるんで、それでラッキーでした、おそらく今回は。ですね。この動画がいつ配信されるか分からないんですけど、まあ、吉宗ライジンが入ったらもちろん打ちでしょう。宇宙でしょうしってなんやねん。打つでしょうし、ますますの番長法入ったら打つでしょうし、なんか忍び魂の噂とかもあるらしいんですけど、入ったら打つでしょうし、ちょっとお願いします、お願いします。伝説残したいです。動画でまんま一回も言ってませんし、ロシムネとか番長法が出たらいけるんじゃないですか。動画でワクワクしますね。はい、ワクワクしますね。はい、でこれ朝一の天国の KJT です。まあおさらいになりますけど、リセットされてたら、66% 近くで朝一天国かチャンスモードを選択しますんで、まあ、早い当たりに期待できると。で設定差は朝一のモード以降に関してはほぼないと思いますね。はい、通常 B だけ若干行きやすいんですけど、まあ、それだけで判別できるような差はないんで、天国に関しても高設定でも全く行かないんで絶対朝一行かないんで、まあ、無視していいですね。問題はそれ以降です。設定6でも通常 A とか全然選びますからね。でこれは外れます。朝一天国ではない、全然いい。チャンスモードにいてくれたらそれでいいです。はい、外れました。バーンとかあったらよかったんですけど、残念。まあ、朝一はゆっくり行きましょう。もう早めに当てる必要もないんで、チャンスモードならチャンスモードの恩恵を受けた方がむしろ効率的なんで、朝はもうゆっくり回して冷却引かない方がいいですね。問題はその後。ジャクチェなら本前兆確定。言ったやんか、朝一はゆっくり行こうって。はい、最強チェリーちょっと他のとこ押してみましょうか。なんかちょっとリール配列見てどこ押すか決めましょう。これ、ね、2連7狙っても綺麗にならないんですよ、デメ的に。 USA 狙っても微妙なんですよ。よし、これ決めた。中リール
ブラックの上にチェリーがあるんだよ。それ狙いましょうか今回ね。だから自分リール直視できないんで2連7をワクワクしたあたり狙います。はい、まず中リールね。おお、いいっすね。ブランク、じゃあ右リールもブランク狙いましょうよ。USA の上にあるブランクに右に押したいと思います。 USA の上に、一番上にブランクあるんで USA をワクワクしたあたり。あー、汚いですね。まあめっちゃ派手なんですけど恩恵は青7以上なんですよね。はい、これレイアップやったら熱い。あーっつ、一応ビダヒロ調べで本税徴中の強烈薬が 10% でワンランクアップなんですよ報酬。だから今青縄の本税徴中に引いたチャンス目なんで、この時点で 10% で超プレジデントボーナス。ちなみに通常時普通に昇格からの超プレだったらボーナスって言った後普通に超プレ揃います。これチャンス目ってやばい。あ、トランプね、まあ、当たります。ちなみに通常時超プレは割と視聴者さんでコメントいただきますね。あ、これでエリート的指導とかいけやね。はい、110ゲームボーナスって言った時に背景がレインボーやったり昇格したら超プレ、これデフォルト。あー、昇格せんな。まあ超プレの可能性は一応ある。いや、一冊、まあ、超プレだったらあの中下段になると止まるんで。いやー、通常時超プレチャンス逃した。はい、ボーナス、まあこれ刺さないと始まんないんでやりましょう。いやー、ちょっと惜しかったっすね。あれ、まあ、あの視聴者の方に最強チェリー引いて3ゲーム目にもう1回最強チェリー引いた方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方はもちろん超プレジデントボーナス出てきてましたね。あれは神ですよ、あの引きは神で。青菜のボーナスになりますんで USA2 個なら 25% 強烈なら8割あるんで、もうとにかく押し順ナビ、押し順ベル以外引いておけば 安泰です。とにかく押し順ナビいらない、そう、これをいっぱい引く。これでもう USA2 個以上、もう一回アメリカを、ホットとタイム中のアメリカを狙いたまえで期待で 95%、はい、一応最終ゲームね。フラグは引いてる。あー、最強チェリーする、まあ、あるあるです。自分過去に3回ぐらいやったことあるんで。まあまあまあある。まあ、C よりブシャ2でいうところの通常時に強水か強力プレイ引いてハイパーバッサリゾーン入れて青か黄色のマスで失敗するみたいな感じですかね。ちなみに言っときますけど11最強チェリー引いた回数は最高3回です。視聴者の方でも多分3回がマックスとかなんで、4回引いたら多分ギネスですね。11の最強チェリー回数4回ならギネス、3回は割といらっしゃいます。さあ227ゲーム全長開始。あ、当たった。あー、助かる。全長中、まあ通常時左の星ランプ光った場合はその時点でボーナス、いや、まあ本全長確定です。
まあ、ラボホスト中も星ランプ光ることあるんですけど、その場合はボーナス確定です。通常時であれば星ランプ発行で本前兆確定だから当たってますね。だからまあ200ゲーム台なんで、通常 A のゾーンかチャンスモードのゾーンかどっちかですよね。カモン、あれ、まあ、前兆自体はめちゃめちゃ弱いですよね。当たりますけど、あれ大丈夫ですよ。あれ多分大丈夫です。シャッターチャーンスって言うと思います。あれ当たりました258ゲーム、200のゾーン当選ね、ネクストヘイ鏡、はい、投資10本、ステージはデフォルト、いやー今じゃないんですよね。トランクは、トランクは通常時でいいんで、今引きたいのはチャンス目。うわーデフォルト背景かー、わからん、まあ、レバー叩いて押し順ナビ出れば AT です。出なければ天国の示唆。よし、刺さってました。秘宝殿のクレアが出てきますね。誰だお前はみたいなセリフを言ったはず。はい、あーよかった、なんとかなりましたよかった、一命は取り留めた。いやでも直撃2回はもうあるよな、普通に考えて。左の視聴者さん直撃2回、まあ4以上はもうほぼ確ですよね、この時間で考えると。あんな抜群な挙動、久しぶりに出会いたいものですよ。チャンス目、このチャンス目は人生変えます。なぜなら天国までフォローできるんで、変化せず上乗せした後ディスク触って変化すればカモンループ1回以上確定。31ゲーム待てんの、まあ、あのディスクの前兆中に上乗せした場合は必ず待てんの以上にはいけますんで、まあ、デフォルトです。なので当たったらラッキー。これで5ゲーム目、ここで発展するのがデフォ、はい、デフォ弱対決、これは負けます。ドフォー、はい、いや、いいんです、チャンス目を1回引いたことに意味があるんで。さあ終わります。戻ってこい、562ゲーム562枚、はい終了。うわーもう感謝、おーいやーでも赤7なんですよね多分、536ゲーム危ないなー、これ通さないと危ないなー、はいデフォルトなんとか通りましたけど、まあ、深いハマりは回避しましたね。
536。ここでために貯めてきた強烈薬引いていただいて、まあ今1300ゲームぐらい打ってるんですけど、強烈薬4回しかいてない。5回、強烈薬5回。ちなみにこれ飛行船モニター演出ね、正式名称。痛いな今のは、痛いな。もう、あ、魂の強チェリー。これ第三停止話した時に閉まる可能性あります、可能性あります。刺さりました。危ない、ただ B ですからね、これ B ですからね。多分強地の3分の1刺したんだと思います。おそらくね、おそらくまだ油断しちゃダメよ。20ゲーム回せして天国フォローしないと。無理だ。285枚さあ、前兆ですね、天国の。果たしてここで当たってしまうのか。当たってしまいますね、これはもう。マジか、当たるか。天国飛びましたね。ミニガールズ演出の強パターン。まあこれは当たったでしょう。はい、まあないでしょうね。さあ当たります、天国ですね。83ゲーム戦場カメラマン。よし、行きましょう。ねえ、さすがにないですよね、もうね。8連続デフォルトはもうないですよね。ごめんなさい、もう5は諦めます。さすがにね、厳しいですよ、これは。あ、12ゲーム全長。そう、いや設定後だったら嬉しかったんですけど、そう簡単には積もれないか。1600ゲーム回して5ではないことが分かりました。ちょっと悔しいな、やっぱり。まあ、だからワンチャン4みたいな、ワンチャン4。あー、これ当たりましたね。まあ、理由は、まあ、ガセでも本前兆でもどっちでもいいんですけど、前兆中にガールズ応援演出、ガールズ応援演出は基本的に強烈薬対応なんですけど、ガセ前兆中にこういうこのゲームを起点として始まる強い演出が絡んだ場合は本前兆の期待度がぐぐぐっと上がります。
あ、見間違いかな。はい、今までのミナヒルはもうない。ここからリスタート、リセット、スパン、よし、いきます。当たりました。あ、でこれあれですね、全長経由して告知するパターンだと思われます。でもまず大前提に話しておきますけど、基本的にガス全長中にいわゆる本全長移行ケーキを引いた場合って、そのガスがかき消されて上からもう一度再スタートするんですよ、全長が。ただ今これ全長中に最強チェリー引いて、まだ全長続いてる、もともとある全長が続いてるってことは、おそらくもともと全長当選してたと思われます。だからこうやって最強チェリーな感じですぐに告知してないんで。してないんでしてないんで、多分ねこれはもうもともと天国か直撃の全長中に最強チェリーを引いたって感じですね。でまた今チャンス目引いたんで、これマジで超プレジデントある、トドロキ商事の社長さんなんで。5点鏡がちょっと目を細めながら、なんか嫌そうな顔してるちょっと嫌そうな顔してる。まあ当たります。超プレの可能性ある。昇格ね。はい、でちなみにこれ青7全長中以上なんで、最強チェリー引いたら超プレ確定。そんなうまくいかへんよ。チャンス目、中下段に2連7が止まった時点で超プレジデントボーナス1角。もうだよな。そう、また取れませんでしたね。くっそー、あると思ったんだけどな。超プレ全長中に2回もチャンスに入れるし、そんな簡単にうまくはいかんよ、うまくそう簡単にはいかんよな。あー悔しい、マジで悔しい。くそー。よし、あー危ない、2連続青七カールだわ日本語喋られ、2連続アウトがスルーを回避。一安心。ちょっとね、1日3回引けるかもしれん、最強チェリー若干見えてきた。はい、236枚、最強チェリーなんてこんなもんですよ。次100ゲーム台の全長見て、110ゲーム以内に夕方に行かないければ、まあ、やめてもいいかなと思うんですよね。当たるな当たるな。126ゲームじゃあ127ゲーム、マジで強烈役。やめようと思ってたんですけど、ロケンロージェイ、はい、当たります。持ちメダルで当たってくれました、ね、ボードは不明なんですけど、ゲーム数で
134ゲーム、はい、チャンス目当選、完全告知と見せかけて通常モード、これで6やったら面白いのにな、これで6やったら面白いですけど、引き戻し3分の0だし、可能性はあるか、可能性はあるか、一応全長ゲーム数8ゲームでしたね、おそらく7ぞれ確定、はい、もう終了画面は出方しか出ないです、曲変化とかさ、やっと来たわ、曲変化とかさとか言ったらほんまに来たやん、あー好き、しかもナイトクルーズついてきた、あーおまけ付き、いやーまあプラスでは終われそうですねこれで、まあ、だから多分さっきモード全く分かんなかったんで、普通に100ゲームぐらいで引いたチャンス目から当たっちゃったんでモード不明です、ただ天国に飛んでくれました、しかも50ゲーム以内のディスク、あーなんか鏡やってる、やっと鏡やってる気がする、ちなみにナイトクルーズ中にリールロックした時点でフリーズか最強チェリーなんで、まあ、一回も引いたことないですけど、今日なら引ける気がする、まあ、ちなみに絶頂チャンスです、一応実戦上ディスク獲得時の 2% ぐらいですね、26ゲームから摩天楼、まあ、7ゲーム続けば期待度 75% で、それ以上続けば絶頂のチャンスですね、ちなみに絶ナビ出たらその時点で絶頂濃厚、あ5ゲームなんでこれデフォルトです、でエリート的指導行ったら青ディスク以上、もう何もかもないっすね、何もかも示唆系はないっす、最終ゲーム対決時の押し込め示唆なら青ディスク以上、絶頂チャージじゃない、絶頂ドリームの大チャンス、押し込め、全てにおいて一番下を取っていくスタイルです、よろしくお願いします、残念無念また来年、手代男性の道は遠い、412枚、はい、いや乗りませんね、よしやめよう、はい、110ゲームで捨て陣しなかったんでね、鏡自体はマイナスの400枚いかないぐらい、300枚ちょっとなんで、まあ、だいぶやれましたね、はい、だいぶやれた、よし設定サウナな、通常モードの設定サウナなのでヒットっすね、よし入れよう、バカだな、チャージストーク上出来です、694枚、はい、ということで、まあ頑張ったんじゃないですかあのスマソロ鏡の最強チェリー2発が実は助けられましたね、あれなかったら結構ドマイナス叩き出してんだと思うん で最後の最後にあの番長ゼロの設定サウナからのちょっとやれるチャージのおかげでなんとかなりました、今日はこれにて実践終了したいと思います、またお会いしましょう、さらば。
はい、ということで本日はデータを紹介ですね、やっていきたいと思います。で、番長ゼロなんですけれども、一応2台ともパンダに出てて直撃もいけるんで、まあ、悪くはなったそうですけどね、2台とも。で、SAO がこの前撃たれてた視聴者の方なんですけど、まあ4っぽい挙動はしてたっておっしゃってたんで、悪くはないかもしれないです。加賀美が4台あるんですけれども、一応1分の左が出撃2回、カバダリのカードをずーっと粘られてるこの方、常連の方ですね。はい、しっかり出てますね。エウレカ、出すぎやろこれ、3000枚ぐらい出てる、すごいわ。人気決死のモンキータン5ですね、ずーっとフル稼働でしっかり1000枚オーバーの札も立ってるんで、やっぱ扱えば良さそうですね。